部活を諦め、光熱費を滞らせて塾に通う子どもたちの現実。コロナ後の物価高騰が教育費に影響し、困窮家庭の子どもたちに大きな負担を与えています。今年6月に子どもの貧困対策改正法が成立しましたが、依然として厳しい状況が続いています。特に食費と光熱費の高騰が困窮家庭を直撃し、教育や体験の格差が広がっています。みんなの反応。離婚した場合、子どもを育てていない親には養育費を払う義務があるのに、なぜ強制徴収の法律がないのか不思議。日本くらいじゃない？役所は老人を扶養する子どもを探すより、養育費を払わない親を探すべきだよね。サッカーも意外とお金がかかるんですよ。うちの学校はグラウンドが狭くて、他の部活とシェアして使うので、夏休みは公式戦だけでなく、他校に練習試合に行くために毎日交通費や補食代で3000円くらいかかります。合宿もあるので、軽く10万円は消えます。スパイクやボールもグラウンド用と人工芝用に分かれていて、スパイクは3万円くらいしますが、34ヶ月で買い替えが必要です。どのスポーツもお金がかかりますが、すべての子どもたちが家庭の状況に関係なくやりたいことに没頭できるといいですね。学校の教員です。光熱費を払わずに塾に行かせるのはどうかと思います。塾に行かなくても優秀な生徒はたくさんいますし、塾の宿題が終わらないから学校の宿題が提出できない生徒もいます。塾に行っている生徒がすべて成績が良いわけではなく、結局は本人が勉強するかどうかです。塾はありがたいかもしれませんが、必須ではありません。家庭の経済事情を理解し、親のために勉強する意思があれば、学校の勉強だけで十分だと思います。18時に学童に迎えに行ってから家事を深夜2時までやるのは大変だよね。私も18時半に帰宅してから家事を一気に片付けて、21時には落ち着く感じ。うちは旦那からの生活費はなくて、私が正社員で働いて、土日祝日はバイトもしてる。光熱費は旦那が払ってくれるから、お金のお願いをしなくていいのは楽。旦那が単身赴任あたってのもあるけどね、塾は個別で自宅でやってるところだから、入塾料や設備費はかからないし、週一で90分6000円、送迎もプラス1000円でしてくれるよ。子育てで一番お金がかかるのは中学生からです。少子化対策で小さい子のいる世帯に手当が多いけど、本当に大変なのは中学以降。中学入学時の制服代や高校の入学準備、毎日のお弁当代がかかります。うちの子の高校は都立ですがスマホが必須です。高校生になればバイトもできるけど、それでも出費は多いです。3年後には進学費用も必要です。物価高の今、困窮家庭は母子家庭や非課税世帯だけじゃなく、両親揃っていても収入が減った家庭も大変です。うちは塾や習い事を諦めました。全体を助けてほしいです。政治家は弱い者がそのまま沈んでいる方が自分の地位が安泰だから、経済的な負けのスパイラルを止める仕組みを好まない。結局、国民の不幸を減らす政策は政治家の正義感にかかっている。我々有権者が見る目を養い、公平な弁士を議会に送ることが大事だ。養育費は確実に取れるように、離婚時に金融機関から借金して一括で支払う仕組みにすればいいと思う。途中で支払われなくなる心配がないからね。それと、母子家庭や低所得者だけが生活苦しいっていう論調はやめてほしい。お金持ち以外はみんな物価高で苦しいんだから。自分も母子家庭で育ったから、家庭が困ってるのは分かってたし、部活や塾なんて考えもしなかった。でも、国立大学の入学金免除や奨学金を使って大学に行けた。ただ、光熱費も払えない状況なら大学に行こうとは思わなかったかも。まずは見栄を張らずに、自分の生活を理解して子供を育てることが大事で、支援はその後だと思う。最近、塾や習い事に通わせるお金が足りない人が増えてるみたい。子供たちも前より大変な思いをしてるんだよね。普通のサラリーマンでも物価高で生活が厳しくなって、下流階級に落ちちゃう人も多いんだって。日本が先進国としての地位を失ってる影響がいろいろなところで見えてきてるよ。塾はやり方次第だと思う。私は勉強が嫌いで塾に行かず、片手間の受験勉強で高校に入った。田舎の高校は定員割れが多く、工業や商業なら塾なしでも入れるし、地元企業に就職すれば大学進学の心配もない。教育は本来贅沢だともっと認識すべきだと思う。高校生だから勉強が大事だけど、高校は義務教育じゃないし、貧困で部活にお金が出せないならアルバイトしてもいいと思う。遊ぶお金も欲しいだろうし、自分で稼ぐのもありだよね。貧困から早く抜け出したいなら自立を目指すべきだけど、
それができないのは家庭環境の問題もあるかも。貧困以外のサポートも必要かもしれないね。うちは両親揃ってるけど、税金や出費が多くて手当もないし、物価高と収入減で部活を辞めさせました。親として情けないけど、本人が辞めたいと言ってたのを背中を押して退部させました。子育て世帯全体を助けてほしいです。野球ってお金かかるよね。高校の寮生活で年間100万とかかかるって記事読んだよ。地元の高校でも道具や遠征費がかかるし、バイトも練習でできないしね。美術や音楽もお金かかるし、非課税世帯じゃなくても塾や習い事は気軽にできないよね。でも学生の時にいろいろ経験できないのもどうかと思うし、ディズニー行けないとかは別だけど、どこまで支援できるかが問題だよね。正規雇用でも物価高で生活が厳しい。社会保険料や住民税が高く、昇給しても変わらない。学費も上がるし、非正規で子供がいると貯蓄も難しい。共同親権の国は養育費がきちんと子供に届くようにしてほしい。塾に行きたくても行けない子供たちは多いです。全国で困窮層を対象とする学習支援を実施している自治体は600しかなく、全体の3割に過ぎません。私たち姉妹も田舎で育ち、父の年収が1500万を超えていたにもかかわらず、塾や習い事に通わせてもらえませんでした。父は家庭に興味がなく、母は子供にお金をかけることを惜しんでいました。私たちは通信教材や寄付された参考書で必死に勉強し、姉は教員、私は塾講師になりました。親の年収ではなく、努力する学生が報われる世の中を望んでいます。今は公的年金と生命保険の個人年金で生活してるけど、同年代の人がパートで働いてるのを見ると私も働きたい。でも病気で無理なんだ。若い頃に病気で働けなかったらもっと大変だったと思う。子供を抱えて働くお母さんがちゃんと食事も取れないのは悲しいし、病気になったらもっと悪循環になる。貧困家庭を助ける国の仕組みが欲しいな。塾に行けないなら学校の勉強をしっかりして、公立小中高は無償、国立大学も無償援助すればいい。次第に行かずに手に職をつけて働く方がいい。部活の道具貸し出しは難しいかも。ブラジルでサッカーが人気なのはボール一つでできるから、成長期の食事は重要で将来に影響するよ。離婚しても親であることは変わらないから、養育費の支払いを強制できないのかな。公正証書を作っても未払いに対して訴えるのは難しいし、知識がないから諦める人もいるよね。マイナンバーや住民票のデータベース、住民税の特別徴収や雇用保険のデータで追跡できるんじゃないかと思うけど、難しいのかな。それを調べてもらえれば、専門家に頼んで勤務先に内容証明を送ったり差し押さえの手続きができるはず。引っ越したり携帯がつながらないだけで養育費から逃げるのはおかしいよね。シングルファーザーですが、給与が上がっても児童扶養手当がもらえなくなり、収入が減りました。今年は大学と高校のダブル受験で大変です。シングルの子育ては給与に関係なく大変で、所得に応じた手当の違いに疑問を感じます。学費の無償化が進めばいいのにと思います。このままでは未来が明るくありません。環境が人を育てると思う。栄養と睡眠が大事で、それが満たされれば心身が育つ。塾代のために生活費を削るのは本末転倒。勉強したい子は塾に行かなくても成績をキープできるし、学校の先生を活用すれば学力もつく。勉強が嫌いな子は手に職をつけた方がいい。興味のあることをバイトしながら覚えるのも良い。塾や大学が全ての時代は終わり、学歴以外で評価される世の中を親たちは理解すべきだ。ふん、よくわからないな。光熱費も払えず、食べ物にも困るなら母親ならセーフティーネットが使えるはず。児童相談所に相談したり、シェルターに入れてもらって住居や光熱費の負担を減らすこともできる。どこのセーフティーネットも使わずに、光熱費さえも出せずに塾に通わせるのは貧困というより親の問題だと思う。そしてこの記事は、あたかもこれが子持ち家庭のほとんどで起きているような錯覚を与えている。弱者救済も大切だが、ただ貧困だと結論付けるのではなく、しっかりと分析してほしい。小学生の頃はそろばん習ってたけど、なかなかは塾に行かなかったんだ。野球部で全国的に有名な高校からスカウトされたけど、金銭的に余裕がなくて断ったんだよね。練習ユニフォームも継ぎはぎだらけで、新しいのはあまり買ってもらえなかったし、学費免除とか金銭面のことは聞いてなかったから、早とちりしたかも。でも
入っても活躍できる気がしなかったし、その選択は間違ってなかったと思うよ。日本にはそんなに稼がなくても子供たちが普通に高校を卒業できる地域がたくさんある。都内でコンビニパートをするのも田舎でコンビニパートをするのも基本的には同じ仕事だけど、田舎では周りが親戚や昔からの知り合いだからもらい物が多くて見栄も必要ない。競争心より調和が大事で暮らしやすい。でも全然知り合いのいない地域に引っ越すともらい物はなくて自分で家庭菜園をするのも難しい。都会と違う暮らし方を覚えないと大変だけど、学生のうちから馴染めばなんとかなるかも。地元就職縛りで学生寮がただとかの提案もありかもね。塾は必ず行かなきゃいけない場所じゃないよ。学校の授業をちゃんと聞いて教科書をしっかり読めばそれなりの成績は取れるんだ。周りが塾に行ってるからって自分が取り残されてるわけじゃないし、高いお金を払って塾に通っても大したことない人もいるよ。部活についても高校生は入部が強制じゃないことが多いから、学校でアルバイトが禁止されてなければアルバイトを始めた方がいいかもね。僕も高校時代は陸上部に入ってたけど、家が裕福じゃなかったから親に部活を辞めるように言われてアルバイトしてスパイクや遠征費を自分で稼いだんだ。早く社会を知ることは大きな財産になるし、アルバイトしてる人は大人に見えたよ。うちの子は公立中3で、塾には通わず月2000円くらいの動画勉強サービスを使ってます。これが結構良くて、今は高校受験の過去問いにも取り組めるレベルです。ただ本人の勉強に対する姿勢が一番大事ですね。安価に勉強する方法は、知識や探すスキルがあれば結構ありますよ。子供が小さいうちは一緒にいたいから非正規で働いたけど、お金がなくて部活や習い事、食事も我慢させてる。正社員で働く方が子供のためになるのかな。母子家庭で栄養や塾の費用が心配です。離婚後の養育費はどうなっているのか気になります。無責任な行動は避けてほしいです。資本主義の限界を感じます。子供には多くのチャンスがあるといいですね。おじが商売に失敗して修学旅行も行けなかったし、両親は朝晩働いて借金返済に追われてた。食事も質素で、給料日前はすいとんやごま塩ご飯が普通だった。今は図書館やネットで勉強が便利になってるけど、周りと比べずにできることをするしかない。親が一生懸命頑張ってくれたから、できる限り親孝行してるよ。妹がまだ小さいからって理由でお母さん6時から16時までの非正規の仕事を続けてるって話だけど、小学校3年生ならもう留守番できる年齢だよね。公的な学童を使ってフルタイムで働けば費用以上に稼げるはず。離婚してから8年も経ってるのにずっと時短勤務だったの。子供が1歳の時に保育園に預けてフルタイムで働くこともできたはずだし、別居してる親から養育費もらってるのかな。もらってないなら弁護士に頼んで養育費請求調停を起こすべきだよ。非課税世帯なら法テラスを使ってほぼ無料で弁護士を入れられるし。すべてのシングルマザーがそうだとは思わないけど、子供が高校生と小3で下の子が小さいから時短勤務ってのは甘いと思う。8年間何してたのって感じだよね。最近の公立中学校の部活で T シャツ作ったりするけど、生活が厳しい家庭には辛いよね。学校指定の用品って高すぎるし、体操着もロゴが入ってるだけで指定の場所でしか買えない。白の体操着だけ指定すれば大手スーパーでも安く買えるのに、ロゴはアイロンステッカーでいいじゃん。公立でお金かかるのはどうかと思うよ。母子家庭の親って怠けてる人が多いんじゃないかと思うんだよね。母子手当のために収入を抑えてるってのもあるけど、子供に我慢させて生活してるだけで親としての責任や覚悟が足りない気がする。こんな親にお金を支援しても意味がないと思うんだ。生活が厳しい家の子供は国が引き取って育てた方が低コストで完璧な教育ができるんじゃないかな。私もシングルマザーで育てたけど、ダブルワークで朝から朝方まで働いてたし、子供が小さい時はベビーシッターを頼んでた。できない言い訳をせずに全力でやれば、シングルマザーでも十分な教育は可能だと思う。でも、DV とか仕方ない事情がある場合は、国が子供を引き取ってちゃんと育てるシステムが必要だと思う。この記事、印象操作がひどいね。高所得世帯から多くの税金が取られて手当に使われてる。貧困を国のせいにする前に、なぜこうなったか自問して対策を考えてほしい。子供に諦めさせる前に、元夫から養育費を確実に取る方法や正社員で働く気概が必要だよ。困窮家庭にお金を支給するのは一般家庭の増税で賄うけど、それを納得できるかが問題。
困窮家庭の状況を詳しく調査する必要があると思う。人が成長する中で、塾や旅行、習い事は大きな経験になるけど、子供の頃から失敗に厳しくされると、チャレンジしなくなり、他人に従うようになり、社会的経済的に弱くなる可能性が高いと思う。経済力の問題じゃないと思う。日本のジャーナリストの悪いところは、個別の悲惨な例を挙げておるだけで、具体的な解決策を提案しない点です。例えば、児童手当を増額し、所得制限を引き上げることで改善する可能性があるのに、その費用がどれくらいで、政府にとってどれほど大変でないかを調べて書かない。増額による問題点も丁寧に調整すればいいのに、そういう提案が全くない。困窮家庭を救いたい気持ちがなく、ただ政府批判をしたいだけに見えて気持ち悪い。低所得の家庭に生まれた兄は熱心に勉強して大学に進学したけど、自分はほどほどに勉強して中の公立高校で終わった。親は地方公務員か看護師を目指させようと数学を勉強しろと言ってたけど、本当は他にやりたいことがあって反抗的になり、部屋でロックばかり聞いてた。それでも時代が良かったから就職先はあった。この記事の子供たちは苦しい状況でも不平不満を言わず素直で感心した。将来の希望が叶ってほしいし、今の学びの時間を大切にしてほしい。自治体や国で困窮家庭の子供の食事サービスを実施できないものかと思う。親として最低限の衣食住を整えるのは当然だけど、それ以外のことはお金がなければ諦めるのが普通だと思う。義務教育まではみんな同じだけど、育児は子供の要求を全部満たせばいいってもんじゃない。うちは共働きでお金に困らないからいろいろやってみたけど、満たしすぎると子供のやる気を奪うことに気づいた。自分で働かなくても親に頼ればいいって考えになっちゃう。お金がなければ工夫したり人脈作ったりして、自分も稼げるようになりたいと思うんじゃないかな。うちはあんまりやる気ないけど、それだけは失敗したな。金がないとクレー射撃やヨット、スキー、乗馬は難しい。今や野球やサッカーも同じ。金がなくても公園で筋トレや鉄棒、走ることはできる。図書館でトレーニング理論の本を借りて、公園や自宅でスクワットや腕立てをして、素晴らしい肉体を無料で手に入れよう。部活ってお金かかりすぎるよね。中学生が体操着で部活してもいいと思う。ユニフォームや道具、遠征費、スマホも必要だし。吹奏楽部なら楽器や制服で何十万もかかるし、見直すべきだよね。高校と大学に行ったけど、塾には行かなかったんだ。経済的には普通の家庭だったけど、田舎で塾まで30分かかるし、移動時間が無駄だと思ったんだ。それに、塾に行くことで満足しちゃうかもって、高校の先生が先生はただですからって言ってて、放課後に残って勉強したり、補習授業に参加したりしてた。進路室で大学の過去問いもただで手に入れたよ。部活動は仕方ないけど、勉強はやり方次第だと思うんだ。部活って、内申点のためにやる学知科もあるから、入らないのは難しいよね。昔からユニフォームや遠征、楽器とかお金がかかるし、大会目指す気とはガチでやるのもいいけど、ゆるくやれて道具もレンタルできる部活があればいいのに。勉強はネットや YouTube で調べられるから、お金がないなら知恵を使えばいいと思う。食事は大事だけど、ケチるのはそこじゃないよね。でも、親がお金がないからって滞納や食事を抜いたり、塾しか考えないのは残念。そんなに生活が苦しいなら、高卒後に進学できないから就職有利な高校がいいと思うな。マイナンバーカードで養育費確保を期待したけど、金融資産把握と課税の話ばかり、養育費不払いを法律違反にして取り締まるべきだと思う。母親が9時から16時まで非正規の仕事をしているけど、これじゃいずれ積むってことがわからないのかな。下の子が小3なら学童とか預け先もあるし、正社員で働いてる母親もたくさんいる。母親が病弱なら仕方ないけど、健康なら正社員を目指すべきだと思う。いつまでも非正規パートで貧困家庭だと言ってるのは、母親自身ががっつり働きたくない気持ちがあるんじゃないかと思う。夫が頼れないなら社会に頼ろうとしてるのか、そのうち子供に頼るのか。小3の子供がいるのに非正規で働くって言われても、正規で働いて税金をたくさん払ってる自分からすると全然共感できない。残業もあって息子に寂しい思いをさせるけど、息子は学童で通信教材をこなして、勉強仲間もいて自学を頑張ってる。自由研究も自分でまとめたし、宅配ピザは頼まずに長男が買ってきた惣菜ピザを温めて食べてる。冷凍ピザより安くてボリュームもある。児童扶養手当をもらうより正規で働く方が子供は喜ぶと思うし、たくさん働いて自分のお金で体験させることが教育だと思う。
親の苦労を見せて育てるべきで、節約しすぎるのは違うと思う。塾って本当に必要かな？将来に役立つ知識って学校の延長じゃなくて実用的なものだと思うんだ。僕も塾に行ってたけど、学校の勉強に必要性を感じなかったから身に入らなかった。子供にいろいろな機会を与えたいのはわかるけど、光熱費を滞らせるのは優先順位を間違えてるよね。将来の納税者を育てててるのに、学費や部活の用品、制服や入学時のカバンにお金がかかるのは大変だよね。国がこのくらい負担してくれてもいいのに、中学校の制服の上着だけで3万円以上、入学時には20万円も飛んでいくし、塾代が毎月3万から4万円、野球のバットが5万円、グローブが2万円、スパイクが2万円と、何でもお金がかかる。ヨーロッパみたいに税率が高くてもいいから、年金や子どもの学費を全部国で賄ってほしい。年金が出ないかもしれないから一生懸命働くけど、教育費がかかりすぎて老後のお金がたまらない。だから20歳から65歳までずっと不安でお金を使わない。外国に何百兆円も使うなら、子供のグローブ代くらい出せるはずだよね。子供の公立校では、職員室前に机があって質問できたけど、競争率が高くて3年生優先だったから諦めてたみたい。教室も開放されてて赤本もあった。先生方、時間を割いてくれてありがとう。ちなみにアルバイトするには三者面談が必要だったよ。政府与党は異次元の少子化対策を掲げているが、実際の状況は逆だ。特に片親家庭の状況がひどく、これを見て子供を持ちたいと思う人は少ないだろう。養育費が支払われている割合はわずか2割程度で、離婚すると即貧困に陥るのも理解できる。離婚しても親子関係は変わらず、養育費を支払わないのは間違いだ。さらに、養育費の決定権が親にあるのもおかしい。必要なのは子供自身であり、生活費や教育費も子供が必要とする。制度を見直せば、今より良くなる手段は多い。山奥に全寮制の学校を作って、携帯や部活なしで自給自足しながら勉強し、社会に貢献できる人を育てるのがいいと思う。みんなの反応としては、物価高騰が教育費に大きな影響を与えていることに対する不安や不満が多く見られます。特に、困窮家庭や中学生以降の教育費の負担は重いという意見が多いです。また、養育費の未払い問題や、塾や部活動にかかる費用の高さについても多くのコメントが寄せられています。少数意見としては、塾に行かなくても学校の勉強で十分だという意見や、教育は贅沢だと認識すべきだという意見も見られました。当チャンネルの意見として、コロナ明けの物価高が教育費の負担を増大させ、困窮家庭の子どもたちに深刻な影響を与えている現状は非常に憂慮すべきです。特に、教育や体験の格差が広がることは、将来の社会全体に悪影響を及ぼす可能性があります。